こんにちは。始まりましたニコ&チャンネル、通称ニコちゃん。ニコ店スタッフのあむかです。本日は番外編としてメンズのお洋服もご紹介いたします。題して女子スタッフが選ぶこの夏着てほしいメンズスタイリング、ぜひ最後までご覧ください。中村さんは普段結構爽やかな印象だったんですけど、もちろん自衛隊にもやられるってことで、はい、こういうスタイリングも合うかなと思って、はい、今回ヌメラルズでスタイリングを組んでみました。ちなみにヌメラルズというのはイーカンドのインラインブランドで、タウンユースで使える日常的な機能服というテーマのインラインブランドとなっております。実際着てみてどうでしたか？普段 T シャツにパンツ合わせて2シャツ羽織るぐらいのラフなシンプルなスタイルが多いんですけども、今回着た柄のブルゾンとか初めて着たので、ちょっと今後チャレンジできればなと思いました。でもすごいかっこよくて絶対モテると思いますよ。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。ちなみにさっきヌメラルなんか機能性があるっていうふうにお伝えしたんですけど、はい、今日着られた服はなんか機能性ついてるんですか？そうですね、一応ブルゾンで撥水効果ついてまして、この梅雨の時期とかにぴったりなアイテムになってますね。自分も自転車乗るので、はい、活用してみようかなと思いました。あ、ぜひ着てみてください。はい、伊沢さん普段カテゴリーが雑貨ということで、はい、T シャツにギャルソンのイメージがすごいあるんですけど、普段そくらいとどんな服着るんですか？そうですね、普段は今回選んでもらったスタイリングみたいにワークアイテムだったりとかストリートアイテムをよく身につけることが多いですね。今回のスタイリングバッチリだったということですね。そうですね、すごいかっこよくて個人的にも、はい、普段取り入れたいスタイリングかなと思います。そうですね、結構小物使いの感じとかから普段ストリートっぽいかなと思って今回スタイリングしてみたんですけど、トレンドのシアーシャツとかを合わせて今年っぽいスタイルのスタイリングにしてみました。そうですね、なんか土定番のストリートスタイルというよりも透け感のあるシャツとかでちょっときれいめストリートっていう感じで、僕よりこう年上 の、 大人の男性の方とかにも着やすいストリートスタイルかなと思いました。ありがとうございます。皆さん普段こう T シャツにパンツみたいな感じのこうシンプルなコーディネートのイメージがあったんですけど、こういうジャケットもなんか絶対似合うかなと思って今回スタイリング組んでみました。はい、シンプルというかすごくラフな格好が多いので、あまり普段こういうちょっとカチッとしたようなジャケットあまり着ないですね。でもすごい似合ってました。かっこよかったです。 ありがとうございます、はい。思っていた以上に、はい、すごく着心地、すごく肌触りとかも良くて、はい、これなら全然僕でも着れるなって思いました。ありがとうございます。ちなみに着られたジャケットは機能性があるみたいなんですけど、はい、そうですね、さっき着心地って言ったんですけど、ツーウェイストレッチ、はい、すごくあれ伸びるんですよ、はい、なのですごく着心地が良くて、あとは接触冷感と、うん、あと紫外線を遮断するような機構がついているので、はい、すごくいいです。じゃあこれからの季節にぴったりですね。はい、夏場とかでも夜とかちょっと涼しい時間帯とかも、はい、香り用にちょっと1枚買おうかなと思いました。 ありがとうございます、はい。じゃあスタイリング大成功ということですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにモゾ店のインスタグラムの方ではメンズ、メンズともにこういったスタイリングのご紹介も行っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ご覧いただきありがとうございました。